夜の10時、ちょっと寝るには早い時間ではありますが、仕事で疲れていた飼い主は珍しく早くに寝た時の話です。真夜中に泣き声で起こされました。普段寝る時間が0時から1時なので、やっぱりいつもと違うと感じていたのかもしれません。フクロウは1日に10時間近く寝ているイメージがあるのですが、それは人間のように夜まとめて寝るというものではなく、1日の間で好きなタイミングで寝ているという感じです。この子の場合は一番長いのが昼の睡眠で、次に夜の睡眠、あとは適度にどのタイミングかで寝ています。と、寝ている途中で起こされるなんて話ではありましたが、たまにといった感じです。普通の時間帯に寝ていても、ほうと起こされることもありますしね。一方、起こされた飼い主は少しフクロウにかまってから二度寝です。1日に2回起こされたことはないので、とりあえず不満は解消されていると思いたい飼い主なのでした。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。